新所原駅は、静岡県湖西市新所原3丁目に所在する、東海旅客鉄道東海道本線及び、天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線の駅である。JR 東海の駅番号は、CA40。JR 東海の運行形態の詳細は、東海道線を参照。静岡県最西,西端の駅で、JR 東海東海道本線においては、 起点の静岡県西東端の駅になる、熱海駅までの営業キロは1 7 7 8トルに及ぶ。JR 東海の境界駅にあたり、東駅伊東浜松方面は静岡支社の管轄となり、上り場内信号機から豊橋方面が東海鉄道事業本部直轄エリアとなる。天竜浜名湖線の前身は日本国有鉄道二股線で、 1987年3月14日までの間、二股線の一部列車が豊橋駅まで直通運転を行っていた。校内に静岡県と愛知県の境があり、以前はホームに県境の駅と記された看板があった。県境はホーム生館よりさらに豊橋側を横切っている。かつては三面五線だったが、二股線の経営移管に伴い天竜浜名古。 鉄道天浜線駅舎が分離新設され、旧一番線が天浜線となり、旧二番線は廃止され、フェンスが設置されている。天浜線の西端には、JR 東海東海道本線への渡り線が設けられている。2015年2月7日まで、西側の JR 東海東海道本線の駅舎は、青木町の平屋建てで、天浜線との連絡改札もあった。 東側の天浜線は白木町の2階建てである。駅改良工事に伴い JR 東海の駅舎は解体されており、その西側に設けられた仮設駅舎が2015年2月8日から2016年11月26日まで利用し、これにより JR 東海と天竜浜名古鉄道の駅舎が別々となった。JR 東海は北口のみであったことから、 2012年から、京城駅舎、南北自由通路の建設、駅前広場の整備などが一体となった、新城原駅周辺整備事業が開始された。この事業により2016年11月27日よりに、京城駅舎が完成、南北自由通路の共用を開始した。二股線からの直通列車が、東海道本線をまたいでいたガーダー橋橋橋橋脚と、 築地区定が残されている。ただし、東海道本線上をまたいでいた橋は撤去されている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。南側の三番線はほとんど使用されておらず、現在は18時54分発と余橋橋橋のみが三番線を着発している。ホームには発車橋はなく、ベンチと、 自動販売機が設置されている。以前は待合室や植え込みがあったが撤去された。互いのホームは湖泉橋で連絡している。東海交通事業社員が業務を担当する業務委託駅で和志津駅が当駅を管理している。昼間でも窓口を休止する時間帯がある。JR 全線切符売り場自動改札機設置駅。 乗り場端式ホーム一面一線を有する地上駅、直営駅である、自動券売機が一台設置されている。駅舎内で、うなぎ屋が日中に営業しており、待合室とホーム側の間独自で駅弁を販売している。また、改札口隣にイートインスペースがある。静岡県東京年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅ができるまでは、 旧新書村の入会地の原野で駅名の由来になる。ほとんど開発されなかったが、1980年代後半以降、駅周辺は住宅地や商業地の開発が進み、隣接駅の二川駅周辺よりも賑やかである。駅南側は土地区画整理事業が行われ、また合わせて、京上駅舎が完成。駅の南北間は自由通路が開設されたことで、 往来がしやすくなった。愛知県道、静岡県道3号と橋湖西線は駅前から200メートルほどで愛知県と橋市に至り、利用券に含まれる。湖西市、コミュニティバス、こうちゃんバスかつては、円鉄バス新所原線が駅周辺を通っていた。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。